王子のために摘んできた花を手にしたまま、姫は立ち止まりました。そのまま手渡すはずの花をじっと見つめて、何やら考え事をしています。とうとう姫は決心したようにうなずき、王子のために摘んできた小さな花を潰してしまわないように慎重にそっと返信を解きました。狼は本当の自分の姿で花を渡そうとしています。指先は震え、その大きな指が持つ小さな花も一緒に揺れます。結局王子の目の前まで伸ばされた手は王子へと届くことはありませんでした。傷つけることしか知らない指先で持つ王子のように儚く脆い花が、まるで醜い自分は王子にはふさわしくないと言っているように感じられます。姫、どうかしたの？王子の声に狼はハッと我に返りました。そして小さくため息をつき、姫の姿に変わります。ううん、なんでもないわ。はい、どうぞ。姫は小さく微笑みながら王子に花を手渡しました。いつもと変わらず喜んでくれる王子の笑顔が、今日は狼をちょっぴり切ない気持ちにさせました。